先生は国際ビューティー&フード大学校の穂積先生です。先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは今日のメニューはこちらです。香ばしくて美味しいヘーゼルナッツクッキー。材料です。ヘーゼルナッツやバターなどご覧の材料をご用意ください。柔らかくしたバターにお砂糖を入れて混ぜ合わせます。お砂糖はいっぺんに入れてしまいます。このぐらい白くなりましたら卵を入れていきます。これもですね、すり混ぜます。では続いて生クリームを2回に分けて入れていきます。これ2回に分けるのは何か理由があるんですか？はい、そうですね、1回に入れてしまいますと、こう混ざりづらくなってしまうっていうのと分離しやすくなってしまうので、2回に分けてちょっとゆっくりきちっとこう乳化しながら混ぜていきます。はい、続いて粉を入れていきます。で、粉はもういっぺんに入れてしまって大丈夫です。粉とあと塩も入れてしまいます。で、混ぜる時なんですけれども、こう混ぜすぎてしまいますとサクッとしないクッキーになっててしまうので、こう切るような感じですね。このぐらい粉が7割ぐらい混ざりましたらヘーゼルナッツを入れてしまいます。主役の登場ですね。そうですね。で、このヘーゼルナッツもなかなかお家に多分ないと思うので、ここはくるみとかアーモンドでも構わないと思います。粉っ気がなくなったら OK です。生地ができたら冷蔵庫で3時間休ませます。それでは今日のパパッとポイント、生地は薄く伸ばしていきましょう。先生、薄くってどれくらいですか？はい、はですね、大体まあ5ミリぐらいの厚さを目指していただければいいかなと思います。あんまりこう厚すぎるとやっぱこう焼くのが難しくなりますので、ちょっと薄めの方がいいかなと思います。薄くなりましたね。はい、このぐらいになりましたら型で抜いて鉄板に乗せて焼いていきます。170度で20分焼いたら出来上がりです。ナッツが入ったクッキー、食感が楽しみです。それでは先生、いただきます。どうぞ食べてください。うん、ナッツの味が香ばしくて風味豊かですね。そうなんです。こうヘーゼルナッツって結構本当に味のあるナッツなので、濃厚な味かなと思います。で、このサクホロの生地とカリカリのナッツの食感がまた楽しいです。はい、そうですね、ありがとうございます。皆さんもぜひ作ってみてください。作ってみてください。